と相談なしにここにもらって無理っつって割と一番最初に頑張りましょう、ね、目黒ちょっと座ってそんな怖くないです寒さに弱いっていうのがもっと自信を持ってうなずいていいんだよそれはおかしいとかって映画月の満ち欠け間もなく公開記念スペシャル動画スタート。ということで今回は映画月の満ち欠けの豪華キャストの皆さんに集まっていただきました。楽しく盛り上げられたらと思っております。よろしくお願いします。お願いします。まずはここでしか聞けない撮影現場でのエピソードを徹底トークということでいきたいと思います。最初のトークテーマです。幼い夫婦から見たルリ&ミスミシーンの好きなところは。私でももうなんだろう、2人の素朴な、本当に素朴な歩いている感じというか、長回しで結構今回もねやられてたんですけど、あの佇まいがキュンってしました。いいなって今回ね、あの有村ちゃんがその監督から何 お姉さんに見えるようにって言われてた、はい、いやなんかそれだけあって、やっぱりなんか目黒くんに対してやっぱりそのとてもなんていうかね、少しちょっと大人の魅力というか、うんうんうん、私はこの一個前のお仕事って言ったらもう高校生の役だったんで、かすみちゃんが、そうですね、だからちょ高校生のイメージで私なんか止まってるわけですね。だからそれがなんかねちょっと大人な感じで、目黒くんなんかもうちょっと誘惑とも取れるような感じで、なんだよ目黒くん。はい、すいません。ちょっと取れてました。君の話をしてんだよ僕は。はい、もうしっかりもう二度と取れないように。ちゃんとやっといてよ。なんかそんなこう、かすみちゃんのなんか大人の魅力でこう目黒くんをなんとなくね、うんうんうん、リードする感じが私は新鮮で、確かに素敵だなと思いました。うん、日数的には10日間ぐらいしかご一緒する期間がなくて、その短い期間の中でやっぱり大切なシーンばかりを撮影しなければいけないっていうので、割と一番最初にあの、まあ、一緒に頑張りましょうっていうことを共有できて、そこからなんか言葉にしなくとも、なんかお互いがこうちゃんと心であの芝居を向き合ってお芝居できている感覚があったので、私はそれだけでなんか充実感がすごくあって、そうですね、僕もその最初で有村さんがこう短い期間だけど役を通して信頼関係を築いていけたらいいと思ってますっていうようなことを有村さんから言ってくださって、はい、それでなんか撮影中すごいこうバーって喋り合う二人でもない、役的にもない中で、最初に有村さんがその目標をこう提示してくださったので、なんかそこをちゃんと見れて、そこに向かってお芝居できたなっていうのですごく感謝してますね、はい、そういうなんか目標みたいな、そういうの有村さんが言ったってこと。あ、そうですね、そのなんか役を通して、目黒もちょっと座ってみたいな。いや部長、いや部長、いや、そんな怖くないです、そんな私はこう思ってますね。そんな怖い感じじゃなくてです、はい、そしてフラットにあの、はい、優しく言ってくださって、なんかすごく僕も やりやすくやらせてもらいました。ルリとミスミから見た幼い夫婦の好きなシーンとか好きなところをちょっと教えてください。私はあの梢さんが語尾をこうちょっと上げてあのセリフを言われてる、言葉からにじみ出る愛情みたいなものが、なんかもうトータルでもう好きだなって思いながら見させてもらってて、予告でも使われてたあのずっと好きですよっていうあのセリフとか、あそこのシーンとかも本当によくって、すごい言われなきゃ気づかなかったです。そんな語尾上がってたんだちょっと上がるね、うん、なんかそれがそうすごくなんかチャーミングで素敵でした。僕はその幼いさん夫婦 あの病院でルリが生まれるところのシーンが本当まさに幸せのもう象徴というか、なんかそういうもう雰囲気、幸せな雰囲気がもう画面からバンバン伝わってくるよう なんかそういうお二人の
こう雰囲気にすごい幸せをなんか感じたからこそ、なんかその後が逆にすごい苦しくもなったなっていう、でもなんかすごい素敵なシーンだったなって思いました。病院のシーンね、あれちょっと面白かったのはね、一番最初にその病院に行ったんですよ、はい、そしたらこう、もうセットがあってね、はい、でもこうちゃんはそこのベッドにいたんだけど、そのルリっていう名前があるじゃない、はい、でそのルリっていう名前がね、もうねベッドにね書いてあったの本当は最初ね。であれこでだけどセリフ的にはこれはって言うわけよね。そしたらこの子の名前よって言うわけだけど、そこにもう看護師さんかなんかが多分ルリって書いてるってことはもうこれルリって決まってるわけってでこれだけどセリフはこれはってこの子の名前よ、おいい名前じゃないか、つまり俺と相談なしにここにもルリって名前まで書いてるわけって、それはちょっとどうだろうって確かにいい名前じゃないかになるかなってなんとなく、え、もう決めたの伝えたの看護師さんに、いやそれはちょっと相談してほしかったなってなって、若干揉めませんかねって話を監督で、そうだね、誰だここに名前書いたのみたいなそれはおかしいとかってやっぱメモだよメモ、メモにしたんですよ ね、 そうだからこう、まあね、まあ、奥さんが小出さんがメモ書いてて、でなんか夢に見てメモでこれどうって言うんだったらね、うんうん、ああいい名前じゃないかと分かるけど、のけものですもん ね、 なんかね、当初言ったらもう早く書いてたのベッドにルリ、うむを言わさず決まってますみたいな感じ、いろいろね素敵なシーンもあるんですけども、思い出っていうのは一つのキーワードでもございます。そこで大泉さんとの思い出で忘れられない一日っていうのをちょっと教えてもらえたらと思うんですけれども海のところ、はいはいはい、夕方から夜に差し掛かってこう海でキャンプっていうのかなしてるシーンがあって、めちゃくちゃ寒そうなんですよすんごい寒そうでダウンも着込んでるのになんかガタガタしてて、どうしたんですかって言って そこまでかなって思ったんですよ、うん、まだそんなね真冬でもなかったですよねあの時ね、寒さに弱いっていうのが北海道人が寒さに弱いっていうのをおっしゃってました。意外ですね、寒さをね我慢させられるのに弱いんですよ北海道人ってのは。もうその絶対寒いってなんて言うんだろう、寒いなんていうのはねなんて言うんだろう、その恥ずかしいっていうか、それはね我慢するっていうよりかはお前の準備が足りねえんだろうってことなんですよ。お前がその気温誤った服装で来たんだよなっていう常に寒さよりも暖かい格好で現れるわけですね北海道人っていうのは。ですから本州の人の方がよっぽどこう冬って寒いよねみたいなことで我慢することに耐性があるんだと思うんですよ。本当は寒いのに暖かいでしょう設定のシーンっていうのは私は許せないんですよ。じゃあちょっとね今すごい感心してる目黒さんに聞いてみましょう。忘れられない一日って言って俺彼とは一日しかいないんだからそうなんですけど、あでも撮影してる時に大泉さんが紅白の司会をやられるっていうことで、うんうんうん、でなんかスノーマンは出るのみたいなことを話しかけてくださって、出るって決まった時でしたっけ、決まった後に大泉さんがまだ月の満ち欠けは発表されてなかったんで、でもなんかちょっと匂わせちゃおうかなみたいなの大泉さん紅白のね、はい、当日にねおっしゃってて、でダメですよまだ発表されてないんでって言ってて、したらこう紅白の本番の時に僕に話を振るセリフ全然ないのに目黒くんはどうなのって話を振ってくださって、あ本当に匂わせたって思ってでもなんかああいう本当に一個遅れたらもう取り戻すのにすごい時間がかかるような生放送でなんかそうやって話を振ってくださるこう大泉さんの優しさになんかすごいありがとうございますってなりましたね。まさかの撮影じゃなくて紅白の一日の話でしたね、まあ、紅白の台本上は目黒くんに話を振るっていうのはなかったんですけど、まあ、やっぱりねなんかせっかくなんかこう共演してたからなんか目黒くんに振りたくてねぶっこんだんですね有村さんはね今までのお付き合いの中で忘れられない一日っていうのありますか。なんだって今回一日も共演してないからねその以前ご一緒した作品が韓国ロケでだったんですけど、焼肉とかケジャンとか一緒に食べに行きましたね。来ました。大泉さんってすごくグルメな方な印象があって、もう韓国でも
美味しいお店をとにかくみんなに聞いてリサーチしてそこを詰めていくみたいな本当に一瞬の時間をついてカンジャンケジャン食いに行ってた、ね、それはご馳走はされたんですか。いや、ご馳走してるよな、はい、さすがに行けよな、はい、いや、まあ、していただいてます。いや、してるよな。さすがに有村ちゃんと言って、じゃあ一人ゴールドとかやってないと思う。もっと自信を持ってうなずいてみて。はい、いきますよ。せーの、ドン。あれ。私がそこって。大泉さんの回答の衝撃がまだ頭に残ってて。取り直させてもらっていいですか今のところ。あなたにも。もう一度会いたい人はいますか。ルリ、いい名前じゃないか。どうしてママと結婚したんですか。なんだよいきなり。私もパパとママみたいになりたいな。どちら様ですか。突然申し訳ありません。お二人は僕に会いに来る途中で事故に。ルリが君に会いに。よかったらこれを。優しいんですね。ルリさん、また会っちゃったわね。ルリさんの笑顔が見られるならどんなことでもします。もう会わないつもりだった。こんな恥ずかしだったら。彼女は生まれ変わるために死んだんじゃないかって。もしかするとあなたの娘さんは。私の娘は君が言う女性とは何の関係もない。失った大切な人といつかどこかで出会えるかもしれない。そんな話は冗談でも受け入れられないんだよ。月が欠けてもまた満ちるように、生まれ変わってもあなたに会いたい。何時間でも何日でもあなたのことを待ってます。今の言葉ずっと忘れないよ。もう一度会いたいという思いが時を超えて奇跡を起こす。今もずっと好きですよ。月の満ち欠け。